日本東京都文京区弥生弥生は、東京都文京区の町名。現行行政地名は弥生1丁目及び、弥生2丁目。郵便番号は113-0032。東京大学本郷キャンパス弥生、浅野地区の他に、弥生美術館、竹久夢二美術館、立原道造記念館、佐藤八郎急遽後石踏みなどが所在。本郷キャンパス、浅野地区には、 長名の由来となった、公術の徳川成明の下碑、高岡渕渋みの他に、弥生二丁目遺跡や、弥生式土器発掘ゆかりの地位渋み、法径修公墓や浅野公尺亭、跡地碑がある。本郷キャンパス、弥生地区には、旧制一高記念の講料碑と、朱春水先生終焉の地碑がある。弥生式土器発掘ゆかりの地碑江戸時代に、水戸藩の中、 屋敷と張馬小笠原藩の下屋敷があったのを、明治新政府が没収し、町名を、向こうが丘弥生町とした。名前の由来は、上野の忍が岡丘に対する向ヶ丘の一部である、ことと、水戸藩中屋敷に建てられていた火碑にある、徳川成明の和歌、名に塩吹春に、向こうが丘なればよにた、愚ひなき花の影かなの、前段言葉書に、今年、 文政十まり一せと,という都市の弥生の遠かさ、君だる桜がもとにかく、他きつくこそとあることにちなんでいる。1884年に、弥生土器が発掘された地であり、弥生土器と弥生時代という名称はこの地に由来する。町域は後に大部分が、帝国大学と第一高等学校の敷地となった、ほか、警視庁の射撃場、弥生神社や浅野公爵亭などになった。 1894年から1895年にかけてこととい通りが、本郷通りまで延長され、向ヶ丘弥生町を南北二つに分けるように、坂道、弥生坂が開作された。1965年4月1日、住居表示実施。森川町の一部を編入しこととい通りの南側全域を、弥生二丁目、北側は、 東京大学農学部敷地の美濃、弥生一丁目と市その他の北部地域は、根津一丁目に編入された。これに対して、根津一丁目に編入された向ヶ丘弥生一の区域に居住していた詩人の佐藤八郎や法学者の團藤重光、宮内長寺の西川義江らが、弥生時発掘の地から、弥生の名が奪われると反対運動を展開。 1967年に、旧、ネズス賀町の一部とともに、弥生二丁目に再編入された。この区域は、現在の弥生二丁目13の20番にあたる。2019年8月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。最寄駅は、東京メトロ南北線、東大前駅、または、 東京メトロ千代田線、根津駅。特に道に丁目エリア、東京大学工学部などへは、根津駅から弥生坂を登っていくのが最短である。ありがとうございます。